どうも皆さん、おはようございます。マジシャンズロと先行陣ナビ構えて外役龍です。さあ本日なんですが、KC 突破デッキシリーズ、今回は、私が KC カップを突破した、デッキをご紹介していきたいと思っております。本日ご紹介させていただくのは私の大好きなデッキ、スクラップデッキ、毛髪スクラップ兄弟による、スクラップデッキをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、一応これが完成形かな。今のところのスクラップデッキの、まあ、いろんなことできるんだけど、スクラップデッキって結局ね、アドソン結構激しいんだよね。迷宮作成使ったりとか、まあ、ファクトリーないときつかったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、あのね、何が強いってね、一番強いのはその相手の盤面関係なくワンキル取れるっていう点かなんですよ。これデュエルの2戦目で多分お見せできると思うんですけど、スクラップファクトリー貼ってやっ、あの発動して、で、まあ、あのチューナー、まあ、召喚してオルトロスで割ると、ファクトリーってスクラップモンスターが破壊されると、デッキからスクラップモンスター出せるっていう雑に強い効果を持ってるんですね。でこれでゴーレム出してくるんですよ。で破壊したゴブリンをですね、あの相手の盤面に送りつけるんです、スクラップゴーレムで。スクラップゴーレムって自分の墓地のレベル4以下のスクラップ楽しんだモンスターを自分か相手の場に特殊召喚できるんですよ。でこれでゴブリンを相手の場に送りつけると、あのどうなるかっていうと、攻撃表示でこいつゼロなんですけど、アタックなんとですね、スクラップゴブリンって戦闘で破壊されないんですね。これがミソで、そのゴーレムとオルトロスって打点両方足すとちょうど4000なんですよ。ちょうど4000だから、ゼロを4000で投げるともうね、勝ちなんですよ。カイトロイドとか今あるでしょ、まあワンキル防ぐとか、あのそういうのがね効かないんですね。そのゴブリンを送りつけて、自作自演ワンキルって呼んでるんですけど、これスクラップ流、ゴブリンで、まあオルトロスゴブリン、あオルトロスファクトリー、ゴブリンで、ゴーレムオルトロスを出してスクラップゴブリンを相手の場面に送りつけて、シンクロ召喚も何もせずにゴブリンをひたすらぶち殴って勝つっていう、まあ、これがですね、一番ね強いです。今のところスクラップデッキの中の動きで、まあいろんなね、あのシンクロモンスター出してもちろん戻すってこともしますよ、もちろんしますけど、たまにはやっぱりこれがね一番イージーだから、うん、で、あとはスクラップチェーン、スクラップズチェーン、スクラップズチェーンと、あとスクラップの落とし穴っていう、このスクラップ最強カードによって相手の、まあ、あの展開を妨害し、なあのドヤ顔で展開してきたモンスターたちをぶち殺したりとか、まあ、無効にしたりとかして、でしかもこれスクラップズチェーンはやっぱりスクラップカードなんで、これなんでスクラップドラゴンとスクラップツインドラゴンのコストにもなれるんですよ。こいつだって盤面のカードを破壊して、相手の、まあ、こっちだったら相手のカードを2枚戻すし、こっちだったら相手のカードを破壊するじゃないですか。だからなんかカードがないといけないんですよ、自分のフィールドに。その時にね、やっぱねデモンズチェーンって永続だから残るから、すげえ相性いい。ということで早速ですね、KC カップちょっと聴覚戦割とちょっとプレイングがばかったんで、ちょっと申し訳なかったんですけども、一応乗っけてありますんで、ご覧ください。デュエルスタンバイ。さあこれを勝てば私はデュエリストレベルマックスだぜ。あ、事故った、やばい。やばい、どうしよう、どうしようかな。これ肉捨てしてもいいけどな、これ。いやーこれ分かる、肉捨てする。これコスミックサイクルのところ飛ばされて嫌だね。肉捨てする。ちょっと事故った、やばい。端しろ、ちょこれ勝ったらレベルマックスなんだって。ちょ許して、俺が城之内くん、ちょ頼む頼む、マジで冷静なの、冷静なの、ジョロチ。スクラップデッキやっぱり楽しいですね、非常にね。あー超人みたいな、なるほど。まあでも2体並んでから狡猾すればいいか。2体並んでから狡猾すればいいと思う。影帽子最近あんま入ってないから、なので影帽子だったらちょっときつかったけど。さあゾウのうんちくんの特殊色、それもうそこじゃない、そこで、はい狡猾、はい狡猾、はい狡猾。さあしっかりと汎用カードパワーでゴリ押していく、しっかりメロが汎用カードパワーでゴリ押ししていく。さあ何もできないターン終了か。お甘えかすか、おざけんな、ざけんな、マジでざけんな、このデッキふざけんなよ。昇格戦に限ってさ、すぐ事故んで、ちょっともうマジでさ、おもんねえんだって本当、昇格戦の事故んの、もうおもんねえ。いや、あ、岩投手来た。
岩投手やめて、岩投手、ああでもそれは大丈夫だ、オッケー、中南引けていない、オッケー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 、まだ可能性はある。私のターン、ちょっと待って、中南、なんか中南来よ、中南中南、ああオッケー、危ない。でスクラップエリアの効果発動。さあスクラップエリアの効果によって中南モンスタースクラップゴブリンを、手札に加えていく。そしてスクラップゴブリンを召喚。そしてこれちょっとあれだな、5000あるからワンキルできないの、うっとうしいな。これあれなんですよ、あの4000あれば本当相手の展開に全く関係ないワンキルできるんで、これで破壊するんじゃないですか。でスクラップファクトリーの効果によってスクラップゴーレム特殊召喚して、でゴーレムであのゴブリンを相手のあの場に攻撃表示で送りつけるともう勝ちなんですよ、これ4000だったらね。ちょ5000あるんで今回なんで、ですね、相手送りつけて2枚にしてから戻しましょうか。あれ、墓地送るとね、サーチ入っちゃうん で、ゴブリン、あ、でも何か、コストにすんのこれ、スクラップゴーレムしかないのか。マジか。スクラップゴーレム、あスクラップゴーレムじゃねえや。スクラップファクトリーしかないのか。これもしゃあねえな。これしゃあねえわ。で、スクラップつい、あでも今殴ったかったかな、じゃあ。殴った方がよかったかもしれないけど、まあいいや。ここと、でこれで戻して、でスクラップゴブリン帰ってきたスクラップゴブリン帰ってきた。スキル発動する必要はねえか。バトルフェーズ入って3000でぶん殴って、カイトロイドある、なるほど、カイトロイドあります、オーケーです。まあ多分ね、デモンズチェーン多分強いと思うから、まあ多分なんとかなるとは思うけど、カイトロイド無限にうぜえ。これカイトロイド読みするんだったら今さすがにあれだったな、ゴブリン送りつけてぶん殴るっていうのだったな。あー今ゴブリン送りつけてぶん殴りが正解か。だからやっぱ結局ゴブリン送りつけてぶん殴って、次のターンの相手の展開をデモンズチェーンで止めて、でまたゴーレムの効果でまたもう一回送りつけて勝つっていう、そのパターンだ。なるほど、勉強になるわ、昇格戦まで勉強になるわ。さあ仲裁のをつけていく、なるほど、これ厳しいね、仲裁されるの厳しいね。まあでも出てきたモンスターをデモンズチェーンすればいいって話はある、正直。で次一応スクラップドラゴンが出せるので、まあ盤面的にはそこそこ強いんですけどね、これね。でさあ仲裁からの岩投資でアドバンテージを鬼ほど稼いでいく。デッキから鳥獣武者モンスターを特殊召喚しながら岩投資で鳥獣武者カードをサーチできるやつ。さあ第8来た、第8が特殊召喚成功時の効果にチェーンし岩投資の効果を発動、 OK、 いいだろう。さあ岩投資の効果で鳥獣武者サーチからの、第8効果で、これやばいかな、これちょっとミスったかもしんないね、展開ね。今やっぱゴブリン送りつけが一番強かった気がするわ、あの攻撃表示で。ちょっと若干その不安要素、まあでもね、岩投資残しといたらなんか大きい、まあでも同じか、結局同じだ。さあで第8ライフ取れてるから多分そっちの方がいい。さあホラがいい来た、第8とホラがいいでシンクロ召喚される。さあ6シンクロ来るか、主天童子はもちろん主天童子の効果を発動した効果にチェーンしてデモンズチェーンさあ最強トラップだ、ビリ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 、よし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 、オッケー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 。ですね、まあ、スクラップゴーレムがだ、スクラップゴールじゃない、スクラップドラゴンが出せるんで、今回はこれデモンズチェーン何が相性いいかっていうと、これ一旦これ無効にした後にね、あーなるほど、そういうパターンか。ゴーレム、あゴーレムいけんのか、まあでもこれさすがにゴーレム出せる、あワンチャンゴーレムでもいいな、ゴーレムでもいい、あでもまあ2枚うーん、いやあれ破壊してむずいね、ゴーレム迷宮ゴーレムでもいいね、いやでも迷宮ゴーレムだとスクラップゴブリンが墓地いかねえか、ダメだ、迷宮作成はとりあえずするわ、迷宮作成してだからまあこれゴーレムでいいや、スクラップゴブリンが墓地にいるんだったらね、あの今のゴーレムで送りつけて勝ちなんですけど、多分あライフ足りるかな、それだそれでライフ足りると思うわ、ゼロだから、うん足りるね、多分足りるんだけど、まあこれちょっとゴブリンが墓地を落とせなかったので、まあ、スクラップゴーレムじゃなくてスクラップドラゴン行くしかない、で四天堂を破壊する、でバトルフェイズ入る、でこれでカイトロイド1枚投げられる、はいオッケー、でこれで俺返されたら本当に厳しいけど、まあ、言うてスクラップドラゴンたちはスクラップモンスターを墓地から特殊召喚するという効果を持ってるんでね、自身以外のなんとかなるとは思う、多分ね、いける、多分ね、耐久力は高いのよこのスクラップモンスターたちって、あとはほんとぶん回ってなんか、あ、オッケー、よし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 、
忍び足の2連打が食らうところはきつかったけど、さあこれでバトルフェイスは入って、ここでぶん殴って、よっしゃ、デュエリストレベルマックスだぜ、カットピングだハゲ。なんかすげえ LP 増強アルファとかいうさ、ガンメタスキル使ってきてる人めっちゃいいんだけどさ、それなんで4000ライフだったらさ、そのさ、すげえ EGB にできるのよこのデッキ。なんかさ、謎にさ、まあ、あの LP 増強アルファとかなんか流行ってんの今、 KC カップ。まあもうちょっと、もうアトロホーですからね今、もう18日ですから今、この段階で KC カップ突破しようとしてるやつ、ろくなやついないっていう。まあ俺もそうなんだけど本人がそうなんだけど。さあコスミックサイクルに来た、クソ甘えてんな、上級モンスターかってことは、バランス発動してあるまでモンスターこれ出してこないって、これ完全にこれあれだ、上級モンスター引いてんだろこれ。さあ1000ライフ払ってアルマを回収すんのは別にいいよ、回収っていうかサーチすんのは別に。恵みか、恵みだけ割っとく。恵みってさ、回復されるやつだよね、モンスター。まあそうだね、バイモンスター、オッケー。これコズミックサイクル飛ばしたいんだよ。で恵みは飛ばしていく。さあ、安い恵みは飛ばして、でこれで、バチコリサーチされていくか、それは全く関係ない。さあカイトロイドあるかもしんないから、一応カイトロイドがあるかもしんないとかいう謎の発言をしてケアできるっていうのを見せます。スクラップファクトリーを発動、そしてスクラップゴブリンを召喚、そしてスクラップオルトロスを特殊召喚し、スクラップオルトロスの効果発動。さあスクラップゴブリンを破壊、そしてスクラップファクトリーの効果、デッキからスクラップゴーレムを特殊召喚、そしてスクラップゴーレムのモンスター効果発動、墓地のスクラップゴブリンをてめえのフィールドに特殊召喚してやるぜ、ほらやるよ、ほらよ、おれこれがスクラップよ。さあお相手の方、お隠れ巨乳おばさんじゃないですか、よろしくお願いします。デュエル3倍、あ、勝った、勝ってはないけど勝った。これは反動は強いですね、これは本当どうでも、相手の盤面どうでもいいワンキルが決まるやつですね。さあ目覚めの旋律きた、さあステゴサイバー、ステゴサイバーきた、ステゴサイバー強いね。さあレビオニアを回収していく、レビオニア強いな、レビオニア強い、あでも弱い、なんか盤面は弱い。あ、オルトロスも来た、強い。スクラップエリア発動していく、スクラップエリアで4チューナー、4チューナー、ステゴサイバーいるんだよな。スクラップゴブリン召喚、まあ、ちょっと墓地のカード触れないんでね、どうしてもちょっとそれがめんどくさいですが、ちょっと1回オルトロスいきます。さあオルトロス特集で、スクラップゴブリン割る、でスクラップファクトリー効果、スクラップモンスターが破壊された場合、デッキからスクラップゴーレムを特殊召喚できる。さあそしてスクラップゴーレムの効果発動、墓地のスクラップモンスターを相手または自分のフィールドに特殊召喚できる、お前のフィールドに送りつけてやるぜ、いけスクラップゴブリン。そしてこれスキル発動してもいいか、スキル発動して迷宮して、これ2枚戻すより殴った方が良さそうだよねこれね、さすがに。でこうじゃん、で迷宮つくんじゃん、でスクラップツイン行った方がいいのかな、これドラッコバ、まあ、光ってるからさ、こっちでいいか、こっちでしょ、こっちでしょ。でスクラップツインドラゴン特殊召喚していく。さあスクラップツインドラゴンはフィールド上のカードを1枚を破壊し、相手の、フィールドのカードを2枚バウンスできるっていう超強い効果を持ってるんだけども、その効果は今使わずに普通にバトルフェーズに移行していこう。いけスクラップゴリンパンチ、そしてスクラップツインドラゴンでスーパースクラップツインバスト、ステゴサイバー、まあまあまあステゴサイバー読んでいた、ステゴサイバー読んでいた。でターン終了していく、これで急シンクロもされるし、だレビオニアのコストはない、レビオニアのコストはないから大丈夫、急シンクロでしょ。急シンクロされてもドラゴンバーミニオンでも言うてスクラップモンスターたち結構硬いので、墓地から戻ってくるの結構あるんですよね。でまたファクトリー残しとくと、スクラップ破壊されてまた出てきたりするんでね。その辺はちょっと相手にも割とプレイングをちょっと若干その強いてる感じはあるよ今のところ、今のところね。さあどうするんでしょうか。さあお相手し、
エネミーコントローラーやばいやめて、あーやばい、あースクラップツインドラゴン、つえーつ、つえースクラップツインドラゴン、つえーこれは完全に強すぎた、強すぎたモンスターを出してしまった、やってしまった。いやでも逆にプラスに捉えるのであればスクラップツインドラゴンが強いという反則動画にもなっている。エネミーコントローラーでパクられたらおしまいレベルの超強いモンスターということが分かっていただけたでしょうか。皆さんスクラップデッキ組みましょう。対戦ありがとうございました。